ります。今日は何の日ですか？今日はボルダーのジャパンカップシミュレーションなんですけど、多分ここにいるメンツの半分ぐらいは決勝に残る可能性があります。チョンもいます。はい。チョンも出たら決勝に残るかもしれないです。絶対残るでしょ。予選1番手、小畑良幸選手。サッカー日本代表。はい、入ってます。頑張ってください。ありがとうございます。
どうでしたシミュレーション？いや、クソ悪かったです予選でしたか？いや、予選じゃなかったですねいやでも1位4冠なんで、ちょっと頑張ります。はい、惨敗です。下にどう？何冠？1冠。あれか、2冠。2はできた。4も惜しかった。4めっちゃ惜しかった、ね、だけど、上は結構やばそう。めっちゃ疲れた。めっちゃ疲れた。 It's really good experience, so after the want to try out that 全然ダメでした。久々のでもこういう5分デレコルラウンド、ちょっと反省点ばっかす。どうするんですか？お酒は BGC に向けて。 BGC までどうするんですか？減らします。本当に本当に少し1日3缶そうですね、めっちゃもう全部でもね、決めきれないところがちょっと出ちゃった感じですね、はい、なんか不可能な課題は1個もなかったし、うまくちゃんと噛み合えば完登を狙えてたんで、まあ、この BJC 前にこのシミュレーションできたのは大きかったです。はい、あと2週間頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。シミュレーションのコメントお願いします。思いのほかみんなよからぬ方向に、自分で悪い方向に結構ハマってったから、まあ本当にこの課題じゃないし、シミュレーションで何を学ぶかだけど、そういう意味ではかなりいいタイミングでシミュレーションできたんじゃないかなと思います。失敗はね、大会ではできないけど、シミュレーションだったら反省できるから。トモの仕上がりはどうですか？いや、トモは基本的にやっぱり、まあ、ちょっと今日悪い部分割と出たけど、でもまあそれでもやっぱり一人だけダントツで4冠してるから、まあ、俺のそのグレード感的にはトモはなんだろう、グレード感と近いし、まあ、悪くはない。リザルト的に言ったら悪くないけれども、まあ大会でやっぱり出てほしくない部分が結構出てたから、そこはまあ本人今日そのなんか体験をしたっていうのも、めちゃめちゃ最後締めていくに、気持ち引き締めていくにはめちゃめちゃいいかなと思ってます。はい、じゃあ大会まであと少しですけど。そうですね、はい、何を変えて今日は言うんですか？いや、結構気持ち入っちゃってるんで、うん、このままなんかピーク早まって疲れて、うん、ああそれがね、落ち始めてコンペ出るのがちょっと怖いなって感じです。それはちょっとサポートよろしくお願いします。それは一番見えるわ。1週間前だったらいいんですけど、うん、2週間前なんで、そうだ、ね、ちょっともうセーブさせた方がいいかなっていう。そうだね、うんうん、それは間違いない。前のめり前のめりになりそう。絶対なりそう。常に前のめり、とりあえず頑張ってもらいましょう。はい、はい、お疲れ様でした。